79.2 Rainbow Town FM。 ファンファンチューズデイ、ファンチー、あかねのチューチューチューズデイ。今週も始まりました。火曜日担当のファンチーとあかねです。よろしくお願いします。この番組は私、はい、あかねとポンチーからの日頃の感謝の気持ちを込めて、ゆるっとシャキッと自由にチューチューチューと皆様の癒しと時にはためになるあれやこれ、思わずそのリップからチューチューチューと誰かに伝えたくなるような番組を目指してます。はい、さてこの番組を収録している場所ですが、東京モノレール羽田空港国際線ビル駅のホーム内にあります、ルプレスジャパンというインターネットテレビ放送局のブースになります。ルプレスジャパンというのは去年の秋から放送している海外に住む外国人向けのインターネットテレビになります。日本の魅力を多言語にて放送していますので、ぜひ一度ルプレスジャパンで検索してみてください。はい。そしてレインボータウン FM にて23時から23時半までの30分、月曜日から金曜日までの各曜日、様々なパーソナリティが担当していますので、ぜひ他の曜日もチェックしてみてください。はい。ということでこの番組ではあなたからのリクエスト、メッセージ、トークテーマも募集しております。 E メールは info@792fm.com、 E メールは info@792fm.com、 ファックス番号は 03-5634-0792 です。どしどしお待ちしております。はい、お待ちしてます。はい。ということでね、リクエスト曲いただいてるんです。お、ありがとうございます。コリーヌ・ベイリー・レイのアリスナイツという曲をお願いします、うん、ということでフォミチ・コンチーさん、いつもありがとうございま す, い, ますいただいてるんですけども、うんうんうん、お二人は、うん、もしバカンシーコントロールで PV を撮るとしたらどんなのがいいですか。PV といってもいろいろあると思います。アイデア勝負の木をてらったあと驚くものや CG やら予算をかけたものなど、そんな中で自分がリクエストしたコリーヌ・ベイリー・レイのパリス・ナイツが好きなのは、シンプルにアーティストコリーヌの魅力と歌唱力、映像美だけで深く印象に残っているんですよね。いつかできるであろうバカコンの PV 楽しみにしています。ありがとうございます。いただいてますよ。 PV ってでも確かいろいろあるもんね。そうだね、ずっと歌ってるとかさ、ただただずっとさ、加藤ミリアみたいにさ泣いてるとかさ。確かに私個人的にはダニエル・パウダーさんの PV 好きですけどね。自分も出演しつつちょっとドラマ仕立てにする。あ、わかるわかるわかる。演技あの、はいはい、ちゃんとした女優さんを使って、うん、でもただただなんかその演技するだけじゃなくてちゃんと歌に関係する、あのドラマ仕立てにするのが結構好き、なんかどうせやっぱり自分たちの曲の PV なんだったら、ずっと映像とかずっと他の女優さんとかじゃなくて自分たちもどっかにやっぱ出していたいなっていうのは思うね。あ、自分たちだけか自分たちプラス映像か俳優さんかっていうのがいいな。あ、 CG とかでもいいんだけど。確かにそういう曲もありつつ、そういうドラマ仕立ての曲もやりつつみたいな、まあ妄想はいろいろできますけどね。でも確かにいつか PV 撮りたいね。そうだね、 PV ね。私でもあのバカコンのいつも流してもらってるリスタート、はいはい、っていう曲だったらイメージはある。いや、なになに、どんな、え、それちょっと説明するの難しい、ね、受ける。でもちょっとイメージはすごいある、でもさ、リスタートって最初さ、音源作るとかいろいろ想像した時に記者の汽笛みたいのどっかに入れたいねみたいな話あ言ってたね。ね、こうスタートダッシュじゃないけどダッシュする感じ、あ、でもなんかダッシュするイメージ、ね、PV とか走、なんか走ったりとかね、すごい安易だけど、なんかでもリスタートはそういうイメージかなって思う。あれがいいな、キッチンでみんなでケーキ作ってるのとか作ってみたいな。いや、どんな曲か分かんないけどなんだろうね、どういうまあいろいろね、楽しみにしててください。はい、ということで聞いてください、コリーヌ・ベイビー・レイのパリス・ナイツ。チューチュートーク。さて
このコーナーは毎度事前に募集している視聴者の皆様のためになる自分だけが知っているあんな話やこんな話、実はみんな知らないあんな話やこんな話を発表して語っていくコーナーでございます。はい、明日のあなたも語る側になれちゃうかも、いやなりましょう、ということで早速ご紹介させていただきます。はい、ラジオネームジェスローさんからいただきました。ありがとうございます。ほんちーあーちゃんこんばんは。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。キーボード3人でバンド活動をしているので楽器についてのトークテーマを用意しました。あら、ありがとうございます。題して楽器を分類する時の面倒な楽器は、あ、なんかすごいためになりそう。うん、サックスやフルートなど管の中、うん、でいいのかな、これは管の中に管、うん、難しいね、うん、でも確かにあの丸いもんね、なんか、ね、管楽器っていうか管楽器の管、管の中に息を吹き込んだりして演奏する管楽器、バイオリンやギターなど弦をこすったり弾いたりして演奏する弦楽器、うん、物を叩いて演奏する打楽器と、ここまではいいんですが、問題児が、うん、題児、あーちゃんの担当する鍵盤楽器、問題児なんだってあーちゃん。鍵盤自体では音を出さないので発音の仕組みで分類すると鍵盤楽器というものは存在しません。はあ、じゃあ何なのとなりますが、確かにピアノは弦を叩いて音を出すので弦楽器、そうだね、パイプオルガンはその名の通りパイプに空気を入れて音を出すので管楽器ということができます。うん、普段ステージで使っている電子ピアノなどはまた話がややこしくなるのでやめておきます。やめるんかい。参考になりましたか。あ、リクエストも来てるので後ほど。はい、あ、確かにね、そう、ピアノってさ、グランドピアノとかの中身見たことある、うん、すごいことになってるよね。確かにギターと同じように弦がいっぱい何本もピャーってなってて、うん、フェルトの塊みたいのが、うん、その弦をこう鍵盤叩くとポンポンってするの、うん、それで音が鳴るのね、ピアノ、うんうん、だから確かに弦楽器みたいだね、うん、ピアノって昔さ、あの音楽の授業でさ、はいはい、やっぱかっこいいじゃんグランドピアノって、うん、で、あの中とかも見てるんですけど、弦がバーってあってかっこいいじゃん、それよくいたずらしてたの、うんうんうん、よくダメだよ、怒られるよ、よく音楽の先生にそれを絶対触ってはいけませんって怒られてたの、今思い出した。あ、ダメなんだよね、確かにすごい密集してるもんね弦がね、うん、かっこいいよね、でもすごいよね、ピアノかっこいいなと思うグランドピアノ、もうその名の通りパイプに、うん、空気を入れて音を出すので管楽器、面白いね。まあ私は打楽器だもんね、物を叩いて演奏するから、そうだね、うん、で木本はね、あの弦楽器だから、うん、なるほどね、確かに電子ピアノはまあまあ確かに電子ピアノは電子ピアノだ。でもお題が楽器を分類する時の面倒な楽器は、だからやっぱ、だから鍵盤は面倒ってことね。そうだね、そういうことになるね、確かにそうだよね、面白いね、どう、面倒、考えたことなかった、ここそうだよね、分類すると面白いね、こんなに分かれるんだね。てかそれよりなんか漢字が面白いなって思っちゃったんだけど、言葉がなんかさ、管楽器、弦楽器、打楽器、なんか打楽器とかそのままじゃん、なんか打つ楽器ってさ、なんか言葉が面白いなと思って聞いてたんだよね今。そうね、分類とかあんま考えたことなかったね。そっか、打楽器だもんね、ドラムはね、叩いたら音が出るからね、うん、そう思うとドラムって簡単だなって思う。だって確かに誰でもできる、あとはセンスの、センスがさ、ドラムは確かにセンスだと思う、うん、私は全然センスがないから磨かなきゃいけないんだけど、あのギターとかピアノとかと違って別に、はいはい、なんていうの、複雑な仕組みを理解する必要はないよね。出てるものが全てだから、うんうん、出てるものが全てだし、叩いたものが全てだし、うん、あとはそれをうまく組み合わせてセンスで作っていくだけだから、あと強弱とかね。そう、でもギターとかベースとかピアノってちゃんと楽譜があってそれの通りに弾かないとはちゃめちゃんやん、はいはい、うん、そう思うとドラムって簡単だなって思う。で一番センスとか正確性とかなんかそういうのが問われるのがドラムだね、きっとね。あとは叩き用によっては無限大にリズムを作れるっていうのが最大のいい特徴でもあるけど、うんうんうん、そう思うと自分が真っ先にドラムやるって言ったのがすごい
なんか納得できるわ。だって私絶対楽譜見てやるとかできないもん。あ、受ける。一応あるんだよ、ドラムにも楽譜。なんとなくわかる、その感じ。モンチーが、楽譜を真面目にずっと見てる絵は想像がつかない。そう、無理。で、なんかよく、その、バカコンのバンド連の時に、あかねちゃんと木本が、その、B、マイナーとか、A とか、C とか、そのコードの話をしてる時も、ちんぷんかんぷんで、私。そうだよね、思った。C ってさ、最初に、一応コード譜とか、歌割りみたいなの渡しても、曲で覚えてくるか、そのうち、全然すぐ見なくなるよね。なんかあんまりコード関係ないから、だからなんて伝えればいいかわかんないけどさ。だからよくあーちゃんが言う、ここは、ジャカジャカジャンみたいな感じでやってとかって言われる方が、なんかイメージはしやすい。いやでもあるんだよ、多分楽譜とかもちゃんとドラムも、私の先生とかも見てるから。文章説明とか。そうそう、でも先生にももうセンスだって言われたから、センスで頑張れって言われたから、センスないんだったらセンスを磨くしかないって言われてるから、ね、面白いよね、楽器ってね。でもそのうちさ、フォンチ、カホンとかもやってみてほしいな、やっぱり。でもカホンとか、カホンって皆さん知ってます？あの四角い箱みたいな楽器があるんですけど、ね、アコースティックライブとかでよくアコースティックギターとカホンとかでやったりするけど、一回ね舞台でカホンやったことあるんだけど、ね、本当あるある、あのカホンを使ってのカホンじゃなくて、机と椅子を使ってカホンっぽく叩いたことはある。へー、あーはいはいはい、でちゃんと音楽系の人とかも来てくれて、教えてくれて、やったことある。カホンって難しいよね、でもね。そうね、それこそやっぱセンスですよ。いや、本当にね、ドラムって怖いよ、本当に、怖いよ。ドラムって怖い、なんでドラム選んだんだろう。まだちゃんと楽譜に従ってやる方がさ、失敗しないけどさ、もういくらでも入れようあるもんね、まあ、でも楽しいね、楽器ってね。あ、そんな簡単にできるものじゃないし、いや面白いわ。ためになったね。はい、ためになりました。またなんかこういう楽器関係のテーマ欲しいね。そうだね、ジェスローさん、ためになるあれやこれです、知らなかったあれやこれでございました。ありがとうございます、ジェスローさん。ありがとうございます。ということで、リクエスト曲いただきましたのが、ジェスロータルのウィッチズプロミス、魔女の約束。魔女の約束、あ、お聞きいただきましょう。はい、さあ今宵も包み込みましょう、あかねたちのララバイ。セーブあかね様、どうしました、迷える子羊よ。聞いてください、あかね様、ダメ男に会ったんですよ。それはどんな男性なのです？彼氏の話なんですけど、いいですか？どうぞ。彼氏がプー太郎すぎてイライラするんです。プー太郎ちゃん。彼はバイトをしていないし留学生だから、お金がないのもわかるので、なるべく気を使ってデート代はだいたい私が多めに払うようにしているんです、この間なんですが、彼が一週間くらい私のマンションに座っていたのですが、私がバイトをしている間何してたのって聞いたら、寝てた、ゲームしてたと、あまりにもダラダラな生活にイライラしてしまいました。私はバイトで疲れているのに体を求めてきて、また寝て、起きたらゲームして、私の稼いだお金がこの人に使う意味があるのかなって疑問に思ってしまったんです。料理や洗濯掃除などはしてくれます。記念日もお金がないと言いながら頑張ってくれてます。だけどもっと勉強なり有意義に時間を使えないのかなと、私はあなたの財布と思ってしまいます。彼は韓国からの留学生で、来年の2月に国に戻ってしまうんです。バイトをしたいと言っていますが、半年しか働けないし、外国人だし、どこも雇ってくれません。彼に何て言えばいいのか分からず、いつもお金のことで問題があると私が感情的になってしまい、解決しないままです。どうしたらいいのでしょう。これはなかなかに難しい問題ですね。そうなんです、プー太郎なんです。確かにプー太郎ちゃんです。でも留学と言ってましたけど、はい、どういうことで留学してきてるのでしょうね、彼は。まあ、やっぱり日本に来て日本語を勉強したりとかですね。でも留学してきてるんだったら、やっぱりしっかりね、学んでほしいわよね。ちゃんとそれなりのお金もかかってるだろうしね、親御さんにね。そうなんです。ちょっとこれは少し私もちょっとおこでございますわよ。セーブ
もあかね様がですか。そうよ。でも1週間もね入り浸ってるって言うんだったら少しやっぱ、はい、あなたのこと頼ってるのね。でも私のこと紐としか思ってないですよね。あなたの紐ということね。そんなことないかも。やっぱりお家から国ね母国から離れてきて、うん、寂しいからやっぱりそれ家族みたいな人欲しくなっちゃったのかもしれないわね。まあそこには寄り添ってあげたいんですけど、やっぱちゃんとするべきところはちゃんとしてほしいですよね。そうね。でも料理や洗濯してくれるのね、中にはしないね、本当にダメ男もいますからね。あ、確かにそこは感謝してます。そこは少しね見習ってあげたいところね、世の中のダメ男さんは。確かにそこは感謝してますね、うん、でもやっぱりお金は大事じゃないですか。お金はそうね。バイト外国人だしどこも雇ってくれませんっていうのもね、うん、まあいろいろそれは制度がいろいろあるけど、そんなことはないと思うわ。何かしらお金がないとか職がないって言ってる人って本気で探してないことが多いからね。そうですよね。全く雇ってくれないわけじゃないですよね。そうね。でももう2月にその子帰るんだったら、はい、もう私ははっきり言うわ、はい、しっかりちゃんとせっかく国を離れて日本に来てそうやって学ぶ機会をいただいてるんだから、はい、ちゃんとしなさいと、はい、お金がなくてもまだいいよ、うん、でもゲームとかしに来たんじゃないでしょ。しっかり学んで帰ってね、そういうなんていうの貴重な時間をいただいているんだから、はい、しっかりしなさいっていうことをしっかりと伝えて、もうお別れなさい。お別れしてしまうんですか。お別れしてしまいなさい。じゃあ伝えるべきところは彼にちゃんと伝えて、しっかり彼のためにしっかり伝えてあげて、来年の2月に国に戻ってしまうのでしょう。そうなんです。そう、そうなんです、ね、そのまま一緒にいて結婚できるわけじゃなし、はいね、でもわからないわ。その子にしっかり伝えた結果彼が立派な人になってね、社長さんとかになってあなたのこと迎えに来るかもしれないわ。ああ、その可能性もあるんでつなぎ止めておきます。そうよ、はい、あなたが それでいい女になれるわきっと。言うべきところはしっかり伝えて、はい、伝えてもうちょっと様子を見た方がいいですね。はい、それもある意味優しさです。ありがとうございます。ある意味そのダメ男を許しているのです。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってきます。フォンチーこれ言って。はい、言います。ちょっと、はい、言います。ちょっと前回ドンドドンがさ、ドンドドンの時だいたいフォンチーこれ言っての時間なくなるんだからさ。そうね、また苦情来るわ。隔週になっちゃってるんだからテンション上げてもらっていいですか。はーい、はい。このコーナーなんですけどもね、はい、はい、私発案のもので単純明快、フォンチーに言ってほしいあんなセリフやこんなセリフを毎回私が考えてきてぶっつけ本番でフォンチーに言ってもらうコーナーです。はい、はい、久しぶりに説明するとですね、フォンチーの声がとってもね、はい、いいのでありがとうございます。やっぱりそのいろいろね楽しいセリフを読んでもらいましょうということで、ね、このコーナー始まりました。はい、はい、ではまず私が棒読みをします。今回ね結構ね、うんうん、普通よ。え、そうなの。普通だからこそフォンチーの読み方にかかってますんで、はい、いいですか。はい、それではいきます。この間夏の終わりもギリギリだと思って海行ったんだけど、クラゲに刺されそうで怖くて海の中でずーっともじもじしちゃった。普通でしょ。うん、まあ普通っちゃ普通だね。確かに、うん、でもこれ普通に読んでもひどいとき、ね、普通に読んでもつまんないからね。言うとくよ。前回とかすごいひどかったよね。もろな時あったよね。全然ひどくないよ別に。全然ちゃんと意味的に言えたもん。頼んだよ。はい、いいですか。はい、3、2、1、9。この間夏の終わりもギリギリだと思って海行ったんだけど、クラゲに刺されそうで怖くて海の中でずっとモジモジしちゃった。はー、最高だね。期待以上でね、今のモジモジ、これはねエロティシズムとかじゃなくてね、みんなのキュンキュンモヤモヤポイントだったと思うよ今は。我ながらやっぱりいいな、いいなこのコーナー。
今のもじもじしちゃったとか、いまだに分かんないんだけど、このコーナーの良さが。なんでよ、好評じゃんだって。まあ確かに。そのうち、ね、ポンチこれ言っての CD を発売するっていうの。ずっと言ってるよね、それ。そう、売れるか？絶対売れるって。これのコーナーのファンいるから、絶対。だとしたらすごいコーナーだよねこれ。バカにできないよね。うん、ちゃんと私がプロデュース料ちゃんともらえるから。セットるんだちゃっかり。そうだよ、あの曲とか作った時もさ、うん、作詞歌ってる人より作詞してる人の方が印税がすごかったりするでしょ、うん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 、言ってる人より私もあのちゃんと言葉考えてる人だから。あ、そっか、うん、そう、ね、ずるいわこの商売。うわー、それ考えてやってんだ、はい、みんなそういうことだよ、ね、だからさ、そう、海ってさ、ほら暑くなりすぎるとクラゲ出てきてさ、うん、入れなくなるでしょ。まあそんな感じですよ。もじもじしちゃったね。はい、もじもじしちゃいました。はいはい。ということで今日も終わりのお時間です。はい、この番組ではあなたからのリクエスト、メッセージ等々もお待ちしております。 E メールは info@792fm.com、E メールは info@792fm.com、 ファックス番号は 03-5634-0792 です。チューチュートークやフォンチこれ言ってもどしどしお待ちしております。はい、お悩み相談も待ってるし、そうだね、画面男もいたら、うん、あのセーバーカネたちが聞きますよ。ベトナムについて聞きたいこともどしどしお待ちしております。いろいろとね、募集してるものはたくさんあるんで、はい、まあまあ何でもいい、楽しくできるわね、うん、そうだねと思ってます。はい、ということでまた来週も聞いてください。はい、ファンファンチューズデイ、フォンチアカネのチューチューチューズデイ。ここまでのお相手は私フォンチとアカネでした。またねお聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等周波数 79.2MHz レインボータウン FM 大江戸放送局です。この時間からはノンストップ。